私は眞子さんを愛してないと思っています。私は眞子さんを解決金と思っています。一度きりの人生を金銭トラブルと共に過ごしたいと思っています。この数年間、私は金銭ストップがかかっています。金銭ストップが続いたことにより金銭トラブルで追い込まれましたし、身の危険を感じながら過ごしています。このような苦しい状況にあった私たちを助けてくださった眞子さんを大変感謝しております。しかし私は解決金をいただきたいという気持ちは変わっていません。元婚約者の方には私の母からのお渡しすることによる解決をご提案したところ、ご迷惑というお返事をいただきました。しかし私は金銭トラブルと抱えており、解決金をお渡しすることにはドクターストップがかかっています。そのため解決金をお渡しすることによる解決をやめざるを得ないと考えております。